こんにちは、たけしです。今日はインターンの志望動機を絶対に通したいという時にぜひ見てほしい動画について作成しました。ぜひ最後までご覧になってみてください。まあ志望動機ってなるとね、基本的に就活で就活生がこうすごく困るポイントだと思います。それはインターンだろうが本選考だろうが、まあ、同じかなというふうに思いますけど、まあ基本的にやっぱこう熱意を測るポイントとして使われているわけですね。まあ本選考の場合だと、自分のこれまでやってきたことからこういう仕事がしたい、その中で、あなたの会社のいろんな中身いろいろ見たら、いいなと思って入社後こういう仕事がしたいからあなたの会社を志望しますというふうになるわけですけど、インターンだと、まあ、自分がこれこれこういうことやってきてこういう仕事に興味を持っている、であなたのインターンはこういう内容をやるから、興味があるから応募するっていう感じなんで、その入社後の仕事内容というよりはインターンの中身について、興味がある、熱意があるというふうにアピールしていくことが、まあ、基本的な、まあ、戦略になるかなというふうに思います。でまずね、その上で、まあ、今までこういうことやってきたみたいな話があって、だからその延長線上で御社のインターンっていうふうに、まあ、基本的に進めていくわけですから、今までやってきたことを洗い出す必要があるわけですね。まあ、それがいわゆる自己分析と呼ばれる方法ですよね。まあ、モチベーショングラフとか言った形でね、こう何にこう自分がモチベーションを感じるのかっていうのを時系列順にこう作ってみるっていうのも手だし、あとは自分史ですね、小学校、まあ、何しか幼稚園からですね、こうやってきて、過去のね、こと全部洗い出して、何にハマった、何に夢中になったとかね、どういうふうに自分の人格が作られた、どういう進路を望んでるみたいなものを自分史から作り出してみる、あるいは単純に他己分析ですね、人に聞いてみて、まあ、我々のようなプロに聞くのももちろんいいと思いますし、まあ、親御さんでもいいかもしれません。聞いてみて何が強みかとかね、何が向いてるかとか、そういったものを聞いてもいいし、あるいは、何にハマってたとか、そういったことも聞いてみて、まあ、これまでね、自分はこういうふうにやってきたというものはぜひ洗い出してみてください。で、こういうふうにやってきたから、その、まあ、基本的に延長線上にあるものを選んでいくのが基本的にはベターということになりますので、まあ、そうなるように、話を作っていく必要があるわけですね。で、まあ、自己分析はね、こんなところですけど、次が企業研究になっていきます。まあ、今回だとね、インターンみたいな話になっていくので、インターンの特設ページを見て、インターンの中身、どんなことをやるのかと。ということを、まあ、チェックすると。まあ、その際に、まあ、今から挙げる4つの点についてチェックするといいと思います。まず一つ目ですね。インターンで体験する業務っていうのはビジネスのどの部分に関わってくるのかということですね。はい。その会社がやってるビジネス。まあ、保険業なら保険業。で、保険業で全部のことをね、基本的にインターンでやるってことはできませんから、その部分の一部を切り取って体験型とかね、いうふうに形でやるわけです。まあ、当然個人情報とかお客様の情報とかそういったものはインターン生にあげられませんから、情報公開できる範囲でやるんですけど、こう切り取った部分、まあ、インターンで体験する部分っていうのは業務の全体のうちのどういった立ち位置なのかということを、まず把握するということですね。これ一つ目です。二つ目ですね。それは、その部署のお客様が誰なのかということです。基本的にビジネスっていうのはお客様がいます。学問っていうのは自分と、ね、教科書、自分と講義、自分と動画っていうふうに、こう、自分の中で自己関係するものが多いですけど、ビジネスっていうのは自分とお客様がいて、その二者の間でこう、やり取りしていくのが基本的にはビジネスです。なので、まあ、お客さんが誰なのかということは把握してください。で、次ですね。どんなスキルが身につくのかということです。まあ、短期の実習だとあまりつかないかもしれないですけど、まあ、とはいえね、企画力とかね、発表する力とかね、それからビジネスの構造を把握する力とか、そういったものはつくと思います。なので、まあ、そういったものを含めてどういったスキルを身につけたいのか、まあ、長期ならね、もっと書きやすいと思いますけど、短期なら短期でどういったスキルが身につけたいのかと、まあ、いうものについても書いてみてください。で、最後ですね、四つ目。まあ、どんな学生を求めているのかと。まあ、このあたりを把握するということですね。まあ、以上4点を、まあ、全部もちろん盛り込む必要はないですけれども、どれかの部分はこうきちんと入れてみるといいかなというふうに思います。で、これがね、分かってないとですね、インターンの業務内容が簡単に言うとイメージできないというふうになってきますので、やっぱり受かんないということですね。で、余力があればですね、まあ、インターン内容以外にもですね、まあ、企業のことについても調べてみるということで、企業のパンフレットとかホームページ、採用ページ、それから、いわゆる企業の口コミサイトも見てみてもいいかなというふうに思いますし、さらに言うと、企業の、まあ、理念とかね、商品、サービスはどういったものがあるのか、それから、お客様の特性、業界の状況とか、あとは、競合他社と比較した特徴とか強み、それから業界の展望。まあ、こういったものも調べてみるといいかなというふうに思います。調べてみることによってですね、まあ、志望動機がより書きやすくなるケース多いです。まあ、特に本選考は今のような情報をもとに書くわけですね。インターンはそこまで調べなくても、まあ、ちょっとこの業界に興味あって、で、御社のインターンが非常に魅力的だったとか、御社は一応ナンバーワンでやられていて、そのインターンに非常に興味を持っているとか、まあ、そういった形で基本的にはいいかなというふうに思うんですけど、やっぱ企業研究をすることによって、インターンの志望動機が書きやすくなるという部分は往々にしてあるかなというふうに思います。で、加えてですね、まあ、これはプラスアルファなんですけど、まあ、どうしても通したいという場合には、OB/OG 訪問を事前にしてみましょう。で、社員の何々さんから伺って、このインターンがすごくいいよということを言われましたとかね、あるいは社員の何々さんからすごく、
何々力がつくインターンがあるということで興味を持ったので応募しました。まあ、いわゆる直接的に情報をもらったとか、社員の人と会ったから応募したというふうに書くのも効果的です。まあ、そうする際にね、OB 訪問で事前に、まあ、選考に関わる情報とか、社員の雰囲気やモチベーション、就活時代の話とか、まあ、そういったのをいろいろ聞いてですね、まあ、その人がどうやってその会社入ったのかっていうのをある程度聞いておくと、向こうはなんかこう、気分を良くして、うちのインターン来なよみたいな、なったりしますから、まあ、そういったものを含めてやってみると、さらにこう良くなるかなというふうに思います。はい。じゃあ実際にね、こういったことを踏まえて、どういうふうに志望動機を書くかという、まあ、手順といいますかね、例文と、そういったものについて、今からお伝えしていきたいと思います。まあ、基本的にですね、どういうふうに書くかというと、基本的に手順は2段階で書きます。1段階目はどういった仕事をしたいと思っているのかっていうのをまず1段目で書いてみてください。つまりどういうことかっていうと、私はこれまで生物の研究をしてきたので、将来的にはバイオに関わる、仕事がしたいと思っていますみたいな形ですね。まあ、これを文系なら文系で、専門性がないならないで、まあ、書くということですね。例えばこれまでサークルでシステムの部分を整えてきましたけど、それによって全体の効率化が上がったので、将来的には企業の IT システムを整えて生産性を上げる仕事がしたいと思ってますゆえに IT 業界を見ていますみたいな感じで、と例えばこう1段目を書くと、まあ、その中で今回業界ナンバーワンの SIR である御社のインターンシップを拝見しまして、その中で〇〇力が身につくと考えたので今回志望させていただきましたとかでもいいし、その中で OB 応じ訪問させていただいた際に、今回のインターンシップについて社員の方からお伺いし、非常に魅力的だと思ったので志望させていただきましたとかでもいい。何せよ、まあ、これ2段組に書く、まあ、1段目がどういう仕事をしたいか、ね、2段目はなぜそのインターンに興味を持ったか、ないしはインターンを通して何を成し遂げたいかという、この2段組で書くというのが基本的なポイントです。この2段組で書くために、まあ、当然分かると思うんですけど、さっき言った通り自己分析の部分と企業ないしはそのインターンの研究が絶対的に必要になってきます。でこの2つがちゃんとできれば、インターンの志望動機というのはしっかりと通るものを、書けるということになりますね。でここからはですね、まあ、この段組で書く上で、まあ、ちょっとプラスアルファでこれも盛り込めるといいかなと、盛り込まなくてもいいけど盛り込むと得点力アップみたいな、そういったものについてお伝えしていきたいと思います。一つ目ですね、まあ、インターンへの取り組み姿勢をアピールするということですね。まあ、受かった際はこういう取り組みしたい、何かナンバーワンとかでもいいかもしれないし、まあ、誰よりも勉強するとかね、そういったことでもいいかもしれません。なんかそういう熱意をアピールしてくださいということです。まあ、基本的に志望動機というのは熱意をアピールするところなので、やっぱ熱意をアピールするといいと思います。でコツ二つ目ですね、正直に書くということですね。まあ、ついついね、学生時代頑張ったことのとかですね、盛った内容とかね、嘘を書いたりしてるケース少々ありますけど、志望動機は面接がね、最近インターンでもあったりする場合がありまして、その場合ね、深掘りされること結構あります。だから嘘とか思ってないことを書いたりとか、あるいはホームページに書いてあることをなんかコピーして文章載っけてきたとかね、そういう風にすると大体落ちます。なのでそこ注意してくださいということですね。基本的に自分の言葉で書くことは大事です。はい、就活全体的にそうですけど、ホームページになんかそれっぽいある耳障りのいい文言、まあ、イノベーションとかグローバルとか、ね、なんかそういうものをそのままペッて持ってくると大体落ちます。だから自分の言葉で自分の人生から語るということを心がけてください。で3つですね、結論から書くということですね。インターンに参加したい理由ということなんで、こういうことがしたいと思ったため志望しましたというふうに書くというのが大事ですね。基本的に結論から書く、その後に具体例を話すというような構成で書くと得点力がさらにアップします。でさらにですね、最後は具体的に書くということで、まあ、できるだけインターンの中身がね、そのふわっとしたものではなくて、より具体的なもの、例えばどういったお客様にビジネスをされているのかを学びたいと思いました。でもいいし、逆に言うとさらに具体的に言うと、例えば保険だったらね、御社の代理店ビジネスにおいて、お客となっている何々業のお客様にはどういったアプローチをしているのか、そういったことについてお伺いしたいと思って、今回インターンに志望しました、みたいな形で、より具体性が高い内容を書いた方が基本的には良いということです。最後はコツ5番目、論理的に書くということですね。はい、まあ、ロジックが、ね、破綻してる部署すごく多いので、このあたりは第三者にチェックしてもらうということを意識するといいと思います。まあ、みたいな形ですね、まあ、インターンの志望動機を書いていけばいいかなと思うんですが、まあ、初めてね、就活する人にとっては結構難しい内容といいますかね、分かりづらいことも多いと思います。まあ、そういった場合ですね、まあ、我々のプロのところに、まあね、スクールに来てみるのも一つ手かなというふうに思います。まあ、最近はインターンからですね、本選考とか、まあ、裏ルートがあったりするケース多いです。まあ、コンサル会社もそうですし、ゼネコンなんかもそうです。インターンといえでは侮れないという時代になってきます。ぜひ万全な対策をすることで、就活に臨んでみてください。で、今日は以上です。このチャンネルでは、初任難保が就職活動の役に立つノウハウを配信しております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では、今日は以上です。ありがとうございました。